はじめまして、ゆるゆきさん。私は直樹というものです。53歳の冴えないおじさんです。本題、楽して合法で月5万円から10万円副収入として稼ぐ方法ないでしょうか。生活保護という仕組みがありまして、全く働かなくてもお金がもらえるんですよね。でそれが日本国籍さえ持ってればもらえるんですよ。でそれなりに働ける能力のある人であれば、その生活保護くださいって言っても、いやいや働けるでしょうって断られちゃうんですけど、直樹さん多分働けません。ご自身ご自覚ないかもしれないんですけど、多分軽度 の発達障害か知的障害のグレーのラインにいる気がするんですよね。まずビール飲んでダラダラ喋ってるおじさんで、今この放送を見てる人が39,700人いるんですよ。で39,700人の人に楽をして合法で月5万円から10万円稼げる方法でこれがありますよって言ったとしたら、3万人がそれ成功するじゃないですか。で3万人がそれ成功して5万円稼いでってなったら、めちゃめちゃ経済効果でかいですよね。でそんなものあると思います？で仮にじゃあ僕が楽して稼げる方法あるとして、これをじゃあこうやって儲けるよといいよって言った途端、全く同じ内容を3万人が聞いてるわけじゃないですか。したら最初の 2,3 人はそれで儲かるかもしれないですけど、他の人は絶対成功しないじゃないですか。なのでなんか3万人も聞いてる放送で楽に金が稼げる方法を聞いて、自分はそれで稼げるんだって思っちゃう時点で、ちょっと合理的な判断力を欠けてるんですよ。で世の中に合理的な判断力を欠けてる人はいっぱいいるんですけど、でそれに対して直樹さん2000円払ってるんですよ。だから間違ったものに対して2000円払うというのがよろしくないことだって気づいてないんですよ。なのでこのままいくと、多分なんかその資料を買うと儲かりますよっていう、なんかお金持ちの何たるのマニュアル、月5万円みたいなやつに多分騙されてお金を払うことになるんですよ。なんか秒で億稼げますみたいな。でああいうなんか情報商材と言われる、なんかこの資料買って言われた通りやったら儲かりますよみたいな、要はじゃあ5万円で買ってみたらこういう感じで5万円で誰かに売れば儲かるよ、だってあなたが買ったんだから他に儲かる、他に買うバカもいるでしょみたいなことが書いてある5万円のテキストみたいなのが送られてくるんですけど、そういう感じなので多分騙されると思うので、お金のあるうちに現金を換金しやすい何かに変えてください。貯金とかも口座にお金があると生活保護もらうときに、そのお金って要は口座にお金があると生活保護もらえなくて、現金20万円以上もらってると生活保護もらえないんですよ。なので遊戯王カードとかマジック・ザ・ギャザリングのカードとか証券とか商品券とかにするとそれお金になるでしょっていうので、生活保護もらうとき役所の人に取り上げられちゃったりするんですけど、遊戯王カードみたいな遊び道具で転売可能なやつを買うと、それって一応法律上は証券ではないので、いくらそれいっぱい持ってたとしてもそれ売ってお金にしてくださいねって言われないんですよ。なので今も多分そんなにお金がないと思うんですけど、残りのお金をそういうおもちゃ的なもので換金しやすいものに変えて生活保護をもらうと、東京都に住んでると大体12万円か13万円ぐらいもらえるようになって、で家賃5、6万円とかに住むと手元に5万円ぐらい必ず残るようになるんですよ。っていう仕組みがあるので、早めに生活保護をもらっていただくといいんじゃないかなと思いました。